こんにちは、今回ゲームのシステム部分を担当しています阿部と申します。よろしくお願いします。私の方から、今回ライトニングリターンズというゲームを作る際にどういったところを目指して作っているのかという部分についてお話しさせていただきます。それでは、私の方からお話しするのも、2つのポイントです。1つは、全体像について、もう1つは、主人公であるライトニングについてです。まず1つ目、全体像についてです。世界を作ろうという単語から、今回のゲームは作り始めました。一番最初にゲームを制作する際に、今回制作陣というのは世界を用意して、それにプレイヤーの皆さんに自由に触れてもらおうというところを、基準として指針を立てました。世界といいますと、まだ漠然としていますので、まず、最初に世界をまとめるルールというものを作ることにしました。ルールとなって何がいいだろうと考えたときに、一番最初に浮かんだ単語がこちらです。世界終末時計です。皆さんはこの時計の話をご存知でしょうか。これはアメリカのある科学雑誌が設置したもので、この12時の部分を、世界の終末に見立て、今世界は何時何分なのかという形で世界の終末感を視覚化するという試みです。この時計はただ進むのではなく、世界で例えば大きな事件が起こったりした時に終末へと進んでみたり、ある時にはその世界を救うような大きな発明や発見があった時に戻ってみたりします。そんなことがあって、現在は11時55分という時間です。私はこれを非常に面白いと思い、この時計のようなものを左右する世界を作ろうと考えました。ここに世界余命というルールを採用したのです。実際にゲームの中ではこの世界の余命というのは刻一刻と進められていきます。ただ進むだけではなく、例えば、悪者であるモンスターを倒したりした時には少し戻ってみたり、ライトニングが奇跡を起こす代償としてこの時間を進める結果になってみたりというようなことが起こりうります。この、時間という概念がこの、物語の世界とプレイヤーの体験と結びつける大きな役割を担うことになりました。で、時間という基本ができたので、これをもとに周辺のアイデアを固めるということに、次は着手するわけですが、時間の変化というものはですね、何かが変わるところを見ないとなかなか伝わらないもので、次に、我々が作り始めたのがこちらです。はい、動き続ける世界です。世界もですね、変化することで時間を表現化、していきます。その変化というのは、なんかこう特殊な変わったものではなくて、いわゆる我々が体験しているものと同じです。朝が来て、昼が来て、夜が来て、で寝て翌朝が来るという、何の変哲もない時間の周りですが、まあ、その中でいろいろな変化というものが起きていきます。例えばですね、まずは夜が明けて、日が昇って朝が来ます。でそうすると人々が動き始めます。仕事先や学校へ行くというところから、駅みたいなものがあれば、そういうところに人が集まってみたりというようなことが来ます。で時間が進んでお昼時になれば、ランチを取るためにカフェやレストランに人が集まるというような絵もあると思います。でその一方で、この世界でも脅威となるモンスターみたいなものが身を潜め戦うようなことも少なくなります。でなのでこう少なくともこの街中という中では、昼というのは平和で人が活発な時間ということになります。でやがて日が傾きますと、夜がやってきます。まあ、仕事を終え人々は、家に帰るという中で、こう街並みからこう人影は減っていくという状態になります。でまあ、その一方で酒場みたいな場所では、
火がともり人が集まりというようなことも起きます。まあ、この時間が好きで好んで、歩き回っているような人もいると思います。で、同時に先ほど昼に鳴りを潜めましたモンスターというものが、今度は活発に動くような時間がやってきます。その中でこうバトルをするような機会が増えていくわけです。なのでこう夜しか出会えない魅力というものもあるのですが、危険も多いという時間帯が夜です。で、こういった時間の変化の中で他にあるのが、こちら行ける場所の変化です。いろいろとこう街中にある扉であるとか門であるとかいったものが時間によって開閉をするというようなことです。ちょっと急にシンプルな図になりましたが、これはですね、あの仕様書といいまして、ゲームを制作する際に、設計図のようなものを我々が書きます。その中の一部をちょっと抜粋したので非常に簡単な図で申し訳ないんですが、こういった感じで、例えばですね、袋小路みたいなところに、ユーザーが入ってですね、そこで時間をずっと過ごしていると、時間が経った結果そこに閉じ込められてしまって朝まで出られなくなるというようなことがこのゲームの中では起こりおります。で、まあ、例えばこう皆さんの生活の中でいうと横断歩道なんかが、こういったものに近いイメージだと思います。例えば、長い通りで向こう側に渡りたいという時に信号が2個3個向こうに並んでいるのが見えるとなった時に、目の前の信号が赤になっていれば向こうの信号に行くぐらいにちょうど青になるなみたいなことを考えると、向こうまで歩かれる方というのもいらっしゃると思います。まあ、そういうことをですね、考えながら今回のゲームというのは移動するということが発生します。そして、今回はですね、離れた場所へ向かう特殊な手段としまして、このような駅から発車するモノレールが存在します。これも、皆さんの日常生活にある、電車と同じでですね、時刻によって動きます。まあ、夜は走ってないであるとか、走る本数が多い朝、皆さんの出勤時間であるとか、その一方で田舎の昼間みたいに走ってる本数自体が少ないみたいな時間帯があったりします。こういった変化とともにこう時間は進み続けます。で、今回はその進みゆく先に、滅びが待っているという話なんですが、プレイヤーの皆さんにはそこに救いをもたらす存在として活躍をしていただきたいと思います。では、世界の方に関してですね、お話しできそうなことは一通りお話ししましたので、次は、皆さんがより興味を強そうなライトニングのことについてお話をします。今回ライトニングについて、一番こうポイントとなるのがこちらのカスタマイズです。このカスタマイズをですね、説明するのにですね、ちょっと歴代のライトニングの姿というのを見ていただきたいと思います。はい、こちら、皆さんが一番最初に目にしたライトニングだと思います。サーティーンのライトニングです。軍服に身を包んでですね、特徴的なこの銃に変形する武器を手にしています。で、これがこの近代的な、ライトニングが13-2になりますと、このような、鎧を身にまとったいわゆるファンタジックな姿へと変わります。こういったですね、この大きな変化が、13と13-2の間であったんですが、今回の、ライトニングリターンズでは今回、そのライトニングの衣装を、このぐらい、大きな変化があるものを自由に選んでいただいてセッティングをして楽しんでもらおうということになっています。数に関してはちょっと明確な数がまだお知らせできないんですが、10とか20とかいう数字ではないようなものを用意したいと思っています。今回はこの衣装の変化とともに、パラメーターの変化であるだとか、あとはこちらは今検討中なのですが、バトル中にできることを変化する、まあ、いわゆるアビリティの変化ですね、といったところも検討しています。このあたりは、制作がもう少し進んでからお伝えしたいと思います。そして、武器ですね、今までライトニングの武器というのはそれほど大きく形状が変わることはなかったんですが、今回はですね、こちら向かって右側の図のようにですね、
こういう、サイズであるとかシルエットがですね、大きく変わるような武器というのも持たせてます。今回こちらの武器、ご存知の方はご存知と思いますが、ライトニングが出ているシリーズではおなじみのモンスターが持っている武器を、ライトニングに奪っていただきました。今回はこういう武器だけではなくて、もうちょっと形状の変わった武器であるだとか、できれば持ったことによって動きが武器を振る動きが変わるような武器を持たせられないかということも検討しています。今回のバトルではこういった武器、衣装といったものを、瞬間的にバトル中に切り替えながら遊ぶようなものを検討中です。どこかのタイミングで動くものをまたお見せできればと思います。本日私の方からは以上です。ゲームの制作の大部分はですね、まだ試行錯誤を重ねているところですので、本日お話しできるところというのは今我々がどんなところを目指しているのかということのみですけれども、本日お話ししたことを、実現すべく、進めていきたいと思いますのでご期待いただければと思います。それではご清聴ありがとうございました。